うわー、ちょっと待って、みんな待って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 、ごめんね、あのちょっと息荒れてるから、あの整えさせてください。ふぅ、あ、はい、どうも、ダルです。さて、今回はですね、ガンミさんの MLND フューチャリングアイル・ザ・ショータを聞いて、映像を見て踊りたいなと思って、家を飛び出して近くにある公園でダンスショート動画を撮って投稿して帰ってきて今に至るとやはるです、ということでですね、いやー、もうね、衝動的、これぞまさにって感じなんだけれども、あのですね、まあね、今日ね、あの何をね喋ろうかなみたいな感じでですね、 YouTube サーフィンしてたんですよ。あのおすすめをねこう見たりとか、あとはね、あのショートのフィードとかをねこういろいろチェックしてた時にですね、ショートのフィードでですね出てきたんですよ、ショーマイネーサベッチがですね踊っている MLND が出てきましてですね、あ、なんか聞いたことあるこれと思って、あれでもなんかこう、うわー、モヤモヤすると思って、で、あのご本家さんのね、ガンミさんの映像だったりとか、あのアイルザ翔太くんとね、あのライブ映像だったりとか、まあいろいろ見て、あ、なんか本当に聞いたことあるぞって、てかめっちゃいい曲じゃないと思って、で、まあティツクトツクだったりとかをねまた見始めたら、これだっていうのに出会って、関口メンディーさんとですね、あのコムドットのアムギリさんと、あとはガンミのねメンバーの一人がですね踊っている、あのショートというかですね、あのまあインスタのリールとかもあったのかな、それをね見たことがあるなと思い出して、あ、これだと、これを僕が BMSG を知る前に見たんだと思って、バチコーンって来たんですよね。あー、すっきりーと思って、いや待てよと、それもそうだけど、この曲めっちゃいい曲じゃね、え、踊りたくね、あ、行こっかとなって行ってきたって話なんですよね。いやー、まあ改めましてなんですけれどもね、今回はですね、このガンミ、あの MLND フューチャリングアイルザショータの、まあ、感想トークしていきたいなと思いますけれども、めちゃめちゃいい曲だよね、本当にね。このなんだろうね、翔太くんの世界観バッチリというかね、また R&B のね、本当にもう翔太くんの得意とするジャンルというかですね、もうこの透明感あふれる歌声、もうフロー、もう最高でございますよね。僕大好き。もうこれ僕のドンピシャ。もう I love って感じなんだけど、本当に。だからまあね、あの衝動的にも踊れってなって踊ってね、来たんだけど、あの、ぜひともね、音を聞いて楽しんで踊っている僕がですね、いるですね、ショート動画ぜひともね、チェックしてくださいっていう感じなんだけれどもね。むずい。もうね、俺ね、ダンスど素人なのよ。ペーペーラの習ったことなんて一切ナッフィングなんだけど、本当にね、まあ、だからね、楽しんでるだけなんですけど、本当にね、ガンミさんたちが踊っているそのダンスというか、まあ、ショーマイナーサベッチが踊っているダンス見て、うわ、なんか踊りたいなと。で、なんかさ、やっぱ、あの人たちがやってると簡単そうに見えるじゃない？さらっとやっちゃうから。ねえ、だからね、行けっかなと思ったけどね、全然ダメでした。本当にむずい。本当にむずい。本当にむずいの。なんだろう、ニュアンスもね、なんだろう、まあ、パッと見はできるよ。パッと見はできるよ。なんかね、その、細かいニュアンスがむずいのよ。本当にもう、泣いちゃう。本当にって感じなんだけど。いや、でもね、すごい、まあ、この曲が好きだなっていう思いがね、出ているショートね、撮れたかなと思うので、ぜひとも見てくださいね。よろしくお願いいたします。なんだけれども、まあ、改めてこの、まあ、MLND、マンデー、レイト、ナイト、ダンシングですかね。まあ、月曜日からね、夜を明かして踊しちゃうぞ、夜遅く踊っちゃうぞ、みたいな、そんな感じですよね。で、まあ、クラブに期待はないけど、まあ、まだ帰れないな、みたいな感じのね、歌詞もありますよね。だからもう、本当にもう月曜日の夜からもう、楽しんじゃおうっていう、そんな感じですよね。まあだから週の始まりからもうやっちゃうぞみたいなね、楽しんじゃうぞっていうことだと思うんですけれども、いやー、いいね。だから週の1日、週の始まりが楽しければ、もうその1週間楽しいよねみたいな、多分そんな感じのね、世界観だとは思うんですけれども、いやー、本当にね、もうこのね、翔太くんの歌声ね、どうする、みんな、本当にもう俺もね、なんか聞いててさ、もう全部聞いたのよ。もう がっつり全部聞いた。もうブルーって全部聞いて、もうしかも、ダウンロードもしちゃった。もうこれでいつでもどこでも聞けちゃう。もういい音質で聞けちゃうって感じなんだけど、いや、本当にまあ聞いたの、イヤホンで聞いたんだけど、もう自分が持ってるソニーのね、めっちゃ高いやつで、まあ結構ね、お値段するね、結構いいね、イヤホン、ワイヤレスイヤホン使わせていただいてるんですけれども、もうね、いいね。もうちょっと弾む感じのな、ビートが、ねえ、すごく心地よくて、そこに透き通るさ、翔太くんの声、もう、あ何か具体的な言葉を出しなさいって感じなんですけど、
もうね本当にたまらないなって思ってますよね。いやまあね、いつかね翔太くんのね生歌なんてものを聞いてみたいなとか思うんですけれども、そうだ、あと13日ね、あの滋賀にですねサイキックフィーバーと翔太くんがね出てくる来てくれるイベントがあるんですけれども、残念ながらちょっとね私ね行けないことがね分かりまして、本当にもう悔しい。行けたら行きたかったんだけれども、本当に行けなくて悔しいな。滋賀だからさ、でワンチャン行こうと思ってたのよ。でもちょっとね、あのどうしてもね外せない予定注文が入りまして、泣く泣く泣いちゃうって感じなんだけど、そう本当にね、あの LDH のアーティストと BMSG のアーティストがねガチンコする、しかもそのね2組だけだからね、2組だけね来てくれるねイベントなんてなかなかないの。ガチンコするイベントなんてないからさ、うわーって思ったのよ。うわー来たい、うわー来たいって思ったんだけど、あーって感じ、ごめんなさい。翌日はねウルハールハーモニーとザ・ジェットボイ・バンガーズのねリリースイベント、阪急西宮ガーデンズ私行ってきますので、またそれはですね感想トークだったりとかね映像だったりとかいろいろお楽しみにしていただければなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ればいいかね、やっといける、もう本当にねって感じなんですけれども、あの話脱線しすぎなんですけれども、ごめんなさいね。あのまあ今回ねガンミさんとね、翔太くんのね楽曲ね MLND のお話なんだけど、まだまだありますよ。本当にね、あのちょっとね体を揺らす感じのダンスがまた素敵ですよね。なんかね、あのちょっとまあスワッグっぽいし、でもどっちかっていうとニュージャックスイング寄りなのかな、わかんない、まだあの細かいダンスのジャンルの違いがよくわかってないからあれなんですけれども、でもねなんかそんな感じですよね、うん、なんかすごく僕はそのテイストがすごく好きだなと思ってね、あの踊りましたけれども、いやなかなかね、でも楽しいよね、なんかダンスってね、ああやって音を聞いてただ楽しむっていうのがねすごく僕は好きなんで、まあね僕はダンス下手ですよ、下手ですけれども、ただ楽しんだってだけなんでね、本当に皆さんぜひともショート見ていってやってください、本当にお願いいたします、本当によろしくお願いいたしますね。なかなかこう YouTube ショートでもね結構いろんな人踊ってるのかなって見てみたらですね、なかなかないなーっていうのがあってね、でもね本当にショーマイナーサベッジが踊ってるのをね僕はね見つけた、もう本当にねすごいよね、YouTube ショートのそのおすすめ機能というかさ、まあ、YouTube のおすすめ機能というかさ、ドンピシャじゃん。そう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 。俺もね、ビビッと来たのよ。そう、俺もね、本当にビビッと来て、あ、これだって思わないともうね、なんかなかなかね、熱持てないから喋りたいって思わないともしやんないようにしてんの。なんかさ、なんだろう、もう周りにさ、気使ってというか、誰かに気使ってさ、なんかこれ喋んなきゃいけないのかなとか、これ喋ったらいいのかなとかっていうのはさ、もうやめようと思って、本当に。だからもう俺がね、これだって思ったものを喋ろうって今思ってるから、それが今回はこの MLND だったっていうだけの話なんですよね。だからもうね今さっき踊ってきたの、本当にそう今さっき踊ってきて、まあでもね幸いなことに夜だったのね、よかったよね。だってこれさ、あのレイトナイトって言ってるからさ、夜踊るべきじゃん、知らんけどでもねごめんなさい、マンデーじゃなかった、もうマンデーだったらよかったね、本当にね、ごめんなさい、今日フライデーなのよ、フライデー合ってるね、フライデーだよね、そうフライデーなのよ、ごめんなさい、鼻筋って感じなんですけれどもね、めちゃめちゃね楽しい楽曲に出会えたこと、またね一つねこう音楽に出会えたことが嬉しいなと僕は思っておりますよ。はい、というわけで今回はですねガミさんとアイルズ・ショータ君の楽曲ですね、 MLND の感想トーク、そしてショート踊ったよというご報告でした。皆様ぜひともチェックアウト、ではまた次の動画でチャンネル登録、高評価、コメントお願いいたします。ではまたね、バイバーイ。